デッドロック。デッドロックとは、特に計算機科学において、二つ以上のスレッドあるいは、プロセスなどの処理単位が、互いの処理終了を待ち、結果として、どの処理も先に進めなくなってしまうこと言う。また、合弁契約書などにおいて、パートナーと利害関係がぶつかるような問題が生じた場合の、解決方法を定めた条項を、デッドロック条項、デッドロッククローズという、 英語ではもともと行き詰まりの意味である。基本的にデッドロックは、資源数が2以上の場合に発生する。例えば、クリティカルセクションが1つあれば、資源は1つと、数えられる。2つのクリティカルセクションがあれば、資源数は2である。資源数が1の場合、セマフォ等は、バイナリセマフォとなり、振る舞いは、ミューテックスと、同じになるので、デッドロックは発生しない、イブロックする。 これを回避する方法は数多く考案されており、例えばクズマ、CD では乱数を用いて回避する。資源数を1にすることは、デッドロックを回避する根本的な解決方法であるが、その場合プログラムの並列性は著しく損なわれるため、現代のコンピュータープログラミングにおいて現実的な手段と言えない。資源を多数用い、なおかつ、 デッドロックを回避する手段については以下に述べる。クリティカルセクションで配達制御を用いた場合の例を挙げる。変数 A と変数 B の2つのデータと B に A の値を加算し、A を0にする処理 A と A に B の値を加算し、B を0にする処理 B の2つの処理があったとする。マルチスレッドで処理をするため変数 A と変数 B にアクセスするためのクリティカルセクション A。 以下、草と、クリティカルセクション B、以下、CSB の二つのクリティカルセクションを用意する。処理 A は、以下の手順であるとする。また同様に処理 B は、以下の手順であるとする。この場合は、以下のようにプログラムが動作すると、デッドロックが発生する。処理 A を実行するスレッド A が生成され、処理が開始する。処理 A の位置で、 クサに入った直後にコンテキストスイッチが発生し、処理 B を実行するスレッド B が生成され、処理 B の1で CSB に入る。そして再び、コンテキストスイッチが発生し、スレッド A がアクティブになり、2で CSB に入ろうと試みる。しかし、スレッド B がすでに CSB に入っているため、スレッド A は待機体に入り、スレッド B がアクティブになる。スレッド B は同じ国で、 草に入ろうと心を見るが、スレッド A がすでに草に入っているため、スレッド B は待機状態に入ってしまう。こうして、両方のスレッドが待機状態になり、プログラムが停止してしまう。この状態がデッドロックである。以上の処理を時間に沿ってまとめたものが以下の表である。以上のようなデッドロックを回避するには以下のような方法がある。 他にも様々な回避方法が存在する。優先度上限プロトコル機能が拡張された MUTEX を利用することでもデッドロックを回避することが可能である。優先度上限プロトコルは組み込みシステムで主に使われ、使うことで効果があるプログラムも限定的であり、汎用的に使える方法ではない。オブジェクト思考プログラミングでは、 クラス間の依存関係を単方向にし、クラス間の依存関係の構造が階層構造になるように設計するのが必須ではないものの定石である。ここでは独立している方を下と定義する。つまり上の階層のクラスは下の階層のクラスについて知っている。下の階層のクラスは上の階層のクラスについて知らない。上の階層のクラスから 下の階層のクラスへの呼び出しは普通のメソッド呼び出しで行う。下の階層から上の階層に戻すときはオブザーバーパターンを使う。階層構造を取る軍隊に例えるとメソッド呼び出しが上官からの命令であり、オブザーバーパターンが部下から上官への報告である。そしてデッドロックを回避するにはロックをかけるオブジェクトのクラスの順番を統一すると いうのが一つの方法である。そして、クラスの依存関係が階層構造になっているときは、必ず上の階層のクラスから順番にロックをかけるということで統一する。そうすると、上の階層でロックをかけたまま、下の階層のオブジェクトのメソッドを呼び出すことが可能になる。軍隊の比喩で言うと、上官が部下よりも先にリソースを独占する。また、オブザーバーパターンで、 上の階層に戻す場合は、自分のかけているロックをすべて解放してから、上の階層に戻す。そうすることにより、下の階層で、ロック上の階層でロックの発生を防げ。また、同じ階層同士ではロックをかけない。それが必要な場合は、上の階層でロックをかける。こうすることにより、デッドロックを回避できる。ロックフリーと、ウェイと、 フリーアルゴリズムでもデッドロックを回避できる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。